恥かみ食うな。続きまして先ほどのヒラメなんですけど、こんなことになってます。美味しそうです。骨せんべいです。おせんべい。いただきましょう。骨せんべい。骨せんべいいただきます。骨せんべいです。おお、すげえ。バッキバキじゃないですか。ザクザクとなりますね。ああ、すげえこっち飛んでくるんですけど。ちょっと手で失礼します。どうぞ。いただきます。お願いします。おお、うまそうな音だよ。ああ、脂っぽい。ちょっと僕もいただきたいと思います。うん、うん、モコビチ。うん、油だ。すげえなんか服につくんですよ。あのパフォーマンスはないと思いますよ。食べ物の上でパッパってやっちゃって。失礼しました。あれは食べ物侮辱してると思うんですよね、あの塩の振り方。だって自分の肘を通してこうパラパラですよ。フラミンゴみたいですね。しかもすげえ毛がいっぱいあったもんあいつ。であそこの毛になんかスノースタイルみたいなのですよね、あの塩がパンパンとくっついて。これいけるってことは尻尾いけんじゃないですか。尻尾、この部分。すみません、ちょっといただきます。どうぞ。あ、うまい。あ、ダメだ。ダメなんか。硬い。先っぽいいんですけど、根元硬いです。硬い。それでは若村さん、最後にタイで茶漬けを食べようということで、食いつき良さそうな餌にしてみました。お願いします。第2とエビに、オキアミね、オキアミしたんです。オキアミに変えました。どの子にします？すみません、岡村さんも待ちきれなくてすくっちゃうとしました。大丈夫です。小倉さんもう我慢できなくてすくっちゃった。すくっちゃった。はい、ではこいつをお茶漬けにして最後締めたいと思いますね。好きなだけ乗っけてください。いただきます。お願いします。すげえ贅沢にやらせていただきます。タイが美味しくて美味しくて、ドドスコスコスコドドスコスコスコ。うわ、うまそう。お願いします。贅沢に身がいっぱい入ってます。いただきます。身がプリプリになりますね。ただいちゃってください。ちょっとわさびをのせて贅沢茶漬け。やっぱりこれもちゃんとねいただきますよ私は。最後の締め。光り輝いてる。海が染み込んでる。いや、そこのいけすや。いけず。